こんばんは、岡田斗司夫です。岡田斗司夫ゼミ7月16日ですね、本日はですねゲストにですね出版プロデューサーの高橋信之さんをお迎えいたしましてですね、もう1時間半90分たっぷりお話を聞くということでよろしくお願いします。はい、出落ちですいません。なんでサメかぶってるんですか。はい、ですね、頭だけだとすぐ脱ぎますけど、はい、ですね、サメ映画の映画祭やろうかと思ってるんですね。今こう電車に行ってこれ来るまでにかかってた。流行り見逃さないですね。サメ来てるなと。シャークネードとうとうで、ね、ナンバーファイブですよ。あ、第5作はね、東京ロケがあるらしい。東京が舞台らしい。バカだ。シャークネードすごいでしょ。シャークネードってシリーズとなんだっけ、ジャイアントシャーク対メカシャークとか、ギガシャークとか、あれは別の映画なんですか。いや別だけど同じとこ作ってますけどね。アサイラムっていうね、はいはいはい、アサイラムっていうのが、ね、うん、まあ、アメリカの会社なんですけど、ベルギー人とフランス人がアメリカに乗り込んで作った会社で、ベルギー人とフランス人、そうそうそう、俺はまだ、ね、電車で30分に住んでるところのやつらですね。これがですね、はいはいはい、20年ぐらい前にね、で僕も気づいて、はい、メールとかいろいろと打ってるんですけど、はい、なかなか反応がなくて、はい、で何をしたかったかっていうと、アサイラムの日本での試写をやらせろと。ああ、はいはいはい、アサイラムジャパンをやらせろ。アサイラムジャパン。何がアメリカ一回回ってた金井さんの後を。そうそうそう。何が素晴らしい。いいとこつくでしょ今の。そう、まさにまさに。金井さんと一緒にやってみ、一緒にやろう。ね、でも面白いのは、うん、アサイラムはですね、スピルバーグの宇宙戦争が公開されるその前の日に、はい、ビデオ屋に、はい、宇宙戦争2って DVD を並べるっていう。キュートなことするなと。でトランスでモーファーっていう、トランスフォーマーじゃなくてトランスモーファーっていうモーフィングロボットが変わるというですね。もっと楽な、素晴らしい、ね、ちゃんと変形しなくていいんですね。A セルと B セルの間とつなぐような感じでモーフィングでいいから。ダメ映画の老舗って書かれてます今。でそのアサイラムをなんとかコントロールしたかったんだけど、なかなかコントロールしてくれないんで、はい、待てよと思って、はい、俺がアサイラムジャパン作っちゃえばいいんじゃんと、はいはいはい、商標も取って商標も取って、まずアサイラムジャパンと習うところから始まる。そうそう、習っちゃえば、アサイの方式で、はいはいはい、それと同じ手口でアサイライズムですと思いまして、うんうんうん、今電子学校に来るまでの間に、今日はちょっとサブ映画の本を作ろうと思って、はいはいはい、皆さんにもですね、あ、入社希望でもう早速アサイラムジャパンの社員がここで、そう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 、ぜひぜひちょっと僕の連絡先のフェイスブックで、じゃあもう今の方式でいくと、アサイラムジャパンの社員の名刺をみんな勝手に作ってもいいっていうことだけど、勝手に作りましょう、勝手に作りましょう、ね、もう配りますから配る、ね、アサイラムジャパンを作って2人とも飲んでるって言われて、水だよ水、2人ともサメ映画を作ろう、はい、サメ映画祭、サメ映画祭をやろうと思いまして、はい、で同時にサメ映画の本を作ろうと思って、はいはい、皆さんと一緒にアサイラムジャパンを作るっていうのを今この何ぼでも出てくる映画秘宝別冊でもまだサメ映画出てないですよね。そうそう、これ言ったもん勝ちだからね、言ったもん勝ち、もうここで作っちゃうと思って、あ、サメ VS エイリアン作って、ね、確かに、ね、150本ぐらいあるんですよ調べたら。サメ映画がそう、ジョーズみたいなものも含めてね、割とか老舗も含めて調べて150本ぐらいあります、はい、日本製がないんで、はい、これ日本製やっぱ作るのがやだなと思って。ないですね、うん、まあ川崎みのるが作るでしょうけど、ね、ほっといたら作るか、言えばすぐ作るかですよね。ね、山形のシャーク的なものをここね、うんうんうん、まあ、今だからね2ヘッド3ヘッドまで来てるんで、3ヘッドまで行ったんですか。そう言ってるんですけど、はいはい、もう今度5ヘッドかな、多分今もは、ね、8本にしちゃって。シャークネードっていうのは竜巻でサメが巻き上げられて、うん、だからもう別にアメリカのど真ん中とかどこでも海のないところにもどこでも落ちてきて素晴らしいですよね。素晴らしいです。あとこの今ね出てるやつがね、今度秋に出るやつがアイスシャークっていうね、我はシャーク、アイス、いや、あとね、氷の中にいるんですよ、巨大な小大ザメ。アイスシャーク、うん、何もう脱いでいいですよ。これ取って熱っ。これ一個出来上がって Amazon で4500円でした。あ、はい、なかなかね出来ですね、可愛らしい、はい、まあ、ということでですね、はいはいはい、すいません、ということで高橋でございます、はい、そういうふうなことをやるのが大好きな、はい、高橋さんですね、はい、高橋さんはですね、おたか家業秘伝の書っていうですね本を、はい、山中一郎さんが出すの出版社、山中出版ですね、ですね、はい、から出されて、はい、今 Amazon でも売っております。上の方にリンクが貼られております、はい、どんな方かと申しますとですね、一応ここにパネルを作ってまいりました、
とですね、出版プロデューサーですね、1957年から僕より一つ上、もう今年で60ですね、はい、還暦ですね、はい、還暦迎えてサメ映画っていうですね、バカなことね、ですね、はい、俺知らなかったのはですね、あのいとこがですねプロレスラーのアキラっていうのが知らなかったんですけど、ね、出身のアキラですねなかなかハードな人生あのね、出演者のパーティーで手塚賞、赤塚賞のパーティーに、はい、一度僕がちょっと白目のスーツに黒いシャツ で、はい、で後ろにアキラともう一人新入選手を連れて、はい、こう手塚賞、赤塚賞乗り込むってことがあって、気持ち的にはですね、こう梶原行き先生ごっこなんですけど、はい後ろにこう舞台の牧秀夫ごっこやったわけですねもしくはこう新日ドレックボール、はい、ボディーガードとかいるような感じでやっぱり集英社の中でもね、はい、あのプロレス好きの編集者がスーッと寄ってきて、はい、高橋さん高橋さんとか今日 の、 あのお連れの方があ野上ですって言うと、はい、あそうですよねとかって言うとねあこの人プロレス好きなんだみたいなのね、うん、あの分かって面白かったですけどねまあ、ただ単にあの梶原先生のリスペクトでリスペクトでやって他の梶原賞っていうですね出演者の原作賞があったんですけど、はい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 、まあある事件でもなくなりましたね、なくなっちゃったんですけど、はいはい、僕はあれに応募する気満々で、はいね、あの応募する気満々そうそうあの時あの賞が続いてたら僕は原作賞になったかもしれないんでそんな思いを思いながら、はい、あれはすいません、うん、ちょっともう話も、うん、今日はもう横に流れてるんで、はい、あの梶原一騎の事件っていうのは、うん、ウィキに今載ってるのか載ってるのかどうか分かんないんですけども、うんうん、え僕のなんだろうな当時のなんだろうちょっと聞きかじりのお兄ちゃんの感覚では、はい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 、梶原一騎先生はいろんな作品がヒットしたと、はいはい、でヒットした後だん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 やっぱ売り上げが落ちてきた、はいはい、なので、新日空手いや極真空手、はい、極真空手大山摩擦ともまあなんか喧嘩みたいなことになりながら、はいはい、極真空手は俺のものだということでザ・空手の映画のプロデューサーなどをして、はいはい、池上公子などを愛人にして、はい、いや愛人かどうか分かんないけど、まあ、超ブイブイ言わせてたと、はいはいはいそうですね、で、はい、でそれで調子乗って少年マガジンの編集者を、うんうん、編集者を銀座のクラブで殴って、ね、おまけに銀座のクラブでそこのママを和服着て、うんうん、ノーパンのママを足掴んで逆さづりにしたっていうそれはないのそれはないそれはないんだ、まあ、ちなみにですね、はい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 、あのそれはですねクラブすきやばしというお店なんですけどはいはいはい、はい、クラブすきやばしもうね今ね、はいあの見てる人が梶原一騎を知らないああ巨人の星とかタイガーマスクとか空手バンド1代明日のジョーの原作者です、はい、はいはいもう本当にすごい人なんだけど僕らの世代の原作ヒーローやっとあーって言ってくれた、はい、はいはいはい、はい、でねあれはねクラブすきやばしっていうことこれ文壇バーなんですね、はい、もうあの文芸作家から評論家からみんな出入りするよ、はい、であの渡辺亮徳さんって東映の営業部長が、はいうん柔道一直線をぜひ実写でくれとはい、あれは実は東京ムービーでもうすでにあのアニメ化が進んでたのにあそうなんですか、はい、出たのにどうしても東映が実写でほしいと、はいはい、桜井健一で、ね、実写でいきたいって言って、うん、説得して接待それも1960何年の話ですね、そうですね、67、はい、8年ぐらいかで、はい、その時にその先生を接待して銀座の店に連れてったとそれはじゃあ、はいはい、そこが、まあ、梶原一騎と、うん、その数寄屋橋とのまあ、そうですきっかけですね、はい、それだから1967、8年頃、はい、これがねママさんに聞いた話なんですけど、はい、ママさんの正体もまた面白いんですけど、はい、ママさんに聞いたのを時にですねその日はたまたま松下幸之助先生が、はい、まあ王はですね、はい おなじみで来るんだけどたまたま混んでいて、はい、すきや橋の向かい側の喫茶店で30分待っていただいて松下幸之助を30分待たせて待たせてすごいなお呼びして能、うんまあ、に入ってきたら、はいはいまあ、地下の店なんですけど入ってきたら、うん、反対側のコーナーにね、梶原一騎先生が角刈りで角刈りで怪しさ暮らしているわけです多分弟も一緒にいや 弟, いなかった弟いなかった、はいはいはい、でその状況をちらっと見たその時の、その時はもう極真空手とは割と仲悪くなってた頃いやまだねいいですよどっちも良かったはいはいはい、はい、でその時に、はい、チラッとね松下幸之助がですね、はい、うんと思って、はい、でそのママにね、まあ、本当はねこういうこと聞いちゃいけないんだけど向こうのお客さんはどういう方ってあのヤクザみたいなやつだってもともと健全な人ですもんねなんだろうあの大阪空港に松下幸之助のでっかいポスターがあって僕は人間は面白いと思いますっていう、ね、超いい人なパネルがあってもでかっそうそう心配してるんですよ松下先生はね、うん、松下王はねこの店はどうなんだろうどうなんだろうで実は向こうの席に、うん、そのママも挨拶に行かなかったんではいあのチラッと見て梶原先生のことは誰か分かんなかった、はいはいはい、でママもあれと思ったけど、まあ、連れてきてるのが渡辺亮徳というね、はいまあ、今の東北新社ですけど東映の、はい最終的には東映の副社長まで行った、はいはいはい、亮徳さんだったんで、う
チラッと見た東映の人とかいらっしゃってると、はい、あと講談社の内田さんもいたと、内田さんもいたと、で、はい、有名な少年マガジンを作ったそうですね、はい、そうですね、はい、はい、はい、サルさんですね、はい、この人たちと一緒だから、はい、鈴鹿さんも多分東映の方だからと一緒なので俳優さんじゃないかしらっていうふうにね、まあ、あの見てくれとね、まあ、オーラからしてね、はいはい、で松下幸之助さんも、あ、なるほど、はい、俳優さんかと、うん、なるほどなるほどって言って納得して帰ったっていうです、ね、そういう、ね、エピソード、これ静香はこれ、ね、ママさんがですね、はい、あの実はこの店がですね、手塚治虫さんとかですね、藤子さんとか、はい、斉藤孝夫さんとかみんな馴染みの店なんですよ、うんうんうん、手塚先生のお父さんの代から行かれた店で、はいはいはい、何か僕3回しか行ってないんですけど、うん、3回も行ったのすごいですよね、お供で、ね、毎回お供、はいはい、内田さんのお供とか、はい、何がすごいっていうと、ある時先生の静香さんはまあ、ごめん言っちゃった、ネタ終わっちゃったな、ママの名前が静香って言うんです、はいはい、はい、でね、ああ、はい、藤子の先生がすごいお気に入りで、おなじみでって、うん、うん、と思って、あのもしかしてママさんの藤子先生の作品で、で、あのね、ドラえもんの中にね、名前出していただいてるのよみたいな言っちゃったうわーみたいな、そうですかみたいな、そういう店があるんです、ね、なんでじゃあ梶原駅、じゃあ梶原駅はあの時暴れたのは、うん、内田さんとかを相手にして終わった、ね、少年漫画、ね、うん、内田さんから僕が聞いた話で、うん、内田さんがもう、まあ、推測なんだけど、はい、あの頃も先生もすでにね膵臓随分悪くされていて、うん、で結構ね、あの無理して痛み止めを飲みながら、はい、あのお酒を飲むって、ね、はいはいはい、でやっぱり常に自分を強いっていうね、強い男っていうのを売りにしてる原作者だったから、その痛み止めを飲んででもね、その酒は飲む、うん、酒飲んない、体壊してるから酒飲まないなんてしないと、うん、もう力道山みたいな生き方です、そうなんですはいはい、はい、どうもかなりそれでやっぱり薬を飲みながら酒飲むんで、酒の周りが悪くて、はあ、でよくそれでもって力加減が分かんなくて、はい、お前そんなこと言うなって言ったらこうね、ドヤつけたら結構本気でこう空手は強い人だから、はい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 、パンチが入るみたいなことがあって、はい、で講談社の人も先生と一緒にこう飲み行くと毎回こう打ち身ができるんで、やだなみたいな状況の時にある日本当にこうちょっと、ね、当たっちゃったと、はい、でじゃあその静かママの逆さ貼り付けはやってないんですね、やってないどこでそんな話になったのやで結局まあそれだから、あの僕、まあ、初めてね、はい、その松下幸之助先生王と、はい、あのご遭遇してから何年も経って、はい、それで何回もずっと行くようになって、ある時月刊少年マガジンの副編集長を殴っちゃったと、はい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 、でやっぱ講談社としてももうそれはダメだと言って、はい、うん、でなんかその警察に一応被害届を出しただけだったんだけど、はい、警察がなんかねその時いろんなこう、ね、憶測をしてね、うんうん、それでこうまあちょっと動いてしまったみたいな、ね、でそれでいわゆるメジャー系の連載が終わっちゃった、うん、まあ、そうですね、ですよね、うん、であとは娯楽とか、うん、あの辺に書くしかなくなった、うん、ということで、まあ、第2期の梶原駅人生が、そう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 、あの人すごいな、そう第2期でも結構いろいろ書いてるとこですよ、ね、うん、そうっていう、初っ端から全然ちょっと忘れちゃいました、初っ端から全然関係ない梶原先生の話はぜひね、うん、先生のデビューした頃の話も含めてお話したいと思います、はいはい、ああ、ありがとうございます、ということで僕はということで、はい、はい、そういうふうな、業界の伝説も多数見知っている、うん、そうですね、はい、さっきあの、はい、コメントでですね、この本ヤクミツルの帯じゃなかったら買ったというふうに言われてですね確かにこの中に出てくるので一番ヤクミツルが有名なんですけど、そうそう、なんでこの帯にしちゃったかっていうね話なんですけど、はい、まあね、知り合いでメジャーな人にするそうそう、まあ、それは山中さんの方でね、はい、どうしてもヤクさんがいいだろうっていうね、はい、じゃあ今日は、はい、高橋さんのですね、人生を、まあ、全て振り返って解説していただくということで、はい、1970年代ですね、はい、一応2つまとめました。マーケティングで必要なことは全て山崎パンで学んだ、はい、カリオストの城で1000万円儲けた、この2つですけども、1000万どこじゃないかもしれないですね、まあはい、まずね、山崎パンの話は僕が高校の頃から、はい、出入りしていたデザイン事務所があって、はい、僕が高校の頃印刷会社でバイト、家の近くの印刷会社でバイトして、はいはい、その辺で、フリータイムス千葉というですね、はいはいはい、千葉のタウン誌をやっているデザイン会社があって、はい、東京で広告デザインもやってると、はい、出身が千葉だったんで社長は両方往復してね、はい、中野の会社と千葉の会社と両方やってた人が、はい、まあ、僕の前の恩師ですね、はい、福島烈さんというね、はいはいはい、この福島さんがデザイナーで、はい、実はその山崎パンのですね、あのフィルムを全部作っのデザインをした人ですね。お菓子のパッケージというか、あの透明フィルムの菓子パンの、はいはいはい、で、彼の、まあ、その福島さんのスタジオの資料棚のところに行くと、
ですね、うん、スクラップブックがあって、はい、そのスクラップブックの中にありとあらゆる菓子パンのね、アメリカの菓子パンのフィルムが入ってるんですよ、はい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 、でもなんか雑にこう取ってるからクリームがついたやつとか中にまだちょっと具が挟まってたり20年前のチョコとかついたやつとかいやだだものすごい具が入ってて、ね、それがその福島さんって方が、うん、自分のデザイン事務所でそういうのを保存されてた。で、何ですかとこれ、はい、何でこんななんですか、うん、こんなの撮ってんですかっていう話をしたら、うん、いやこれ大事な資料なんだよと、うん、でも会社がこれで持ってねすげえ儲けたんだっていうね、うん、で何でですかって言ったら、実はあの菓子パンというのは昔僕ら子供の頃というのは菓子パンというのは焼くと木箱にこう入れて、あそうですね、パン屋で普通に並べてましたよね、木箱で焼いて大きいで持ってきてって、ね、はいはいはい、とかあれはやっぱり空気に触れてるんでやっぱ痛みが早いわけですね、はい、でそれ乾燥しちゃうと、はい、カスカスね、あのパサパサになっちゃうと、はいはい、でアメリカから技術が入ってきて、はい、食品包装フィルムというね、おうフィルムにこう入れてると雑菌がつかないし、今だったらもう当たり前の、そうですね、でしかもあの、はい、窒素ガスを封入してるんで、うんうんうん、あれは不活性ガスを封入してるんで、うん、中に酸素が入ってないんですね、はいはいはい、なの でしかもあの膨らんだ状態なので、うん、保存としても多少のものが、ね、上からこう押されても、うん、パンも潰れない、はい、でしかも腐敗菌の腐敗活動も酸素が入ってないことで止まると、はい、いうことをアメリカで作ったパテントを持ってきて、はい、日本でいの一番かな、第一パンとか山崎パンとかが、はい、それ導入して、はあ、菓子パン工場にフィルムのこうパッキングのアメリカ製の装置が入って、はい、どかすかどかすかで日持ちするパンを作ると、はい、じゃあ福島さんはそういうことを事前にアメリカの旅行で知ってて、印刷、そうですね、はいはい、でなおかつ印刷会社の人と一緒に見学に行って、はいはい、印刷会社の人からすでにアメリカでいろんなお惣菜パンみたいなの買い漁って、そうもう日本も次こういうふうになると。はいはいはい、このフィルムのデザインを始めると、はいはいはい、って言って印刷会社と始めたわけです、はいはいはい、でこれ面白いのは福島さんたちもロイヤリティって言葉知ってるので、おそれが、うん、山崎パンがまだ本当にトラック配送やっとこれから始めるぐらいの時に、はいはい、フィルムのねアンパンとあれパッケージでロイヤリティ取ったんですか。すげえ。でほら分かんないわけ、山崎パンの人たちも、山崎パンもようやっと、まあ、いわゆる東京の関東のちっこいパン屋がようやっとこうトラック配送するから、でかくなってきた。まさか今皿配るようなメーカーだと思ってないわけですよね、テレビ CM やって。その時に、はいはいはい、まあ、お金の払い方分かんなくて、はいはい、でなおかつ何十万とかねパッケージに払うのかなっていうのもね、ところが、はい、デザイナーはその印刷会社の方とコンビになってるから、はいはいはい、印刷会社はフィルムを納品することで常に納品のお金を払うわけです。そこにロイヤリティ乗っければいいんじゃないかって話になって、うんうん、で結局ロイヤリティ契約したんですね。で1個で10銭とか30銭60銭みたいな、はいはいはい、これがね毎日何十万個出てるようになっちゃって、そうですよね、結局ものすごい、マンション2つぐらい買って、で3ヶ月ヨーロッパに豪遊みたいな、そういう話をね、すごいですね、60年代頭から真ん中ぐらいの、あその彼のヒットを聞いた時に、はいはいはい、ね、高校3年生の僕はですね、ロイヤリティってすごいなと、はい、ね、思いますよね、印税、漫画の印税よりも、遊びに行ったのは千葉のいわゆるミニコミ誌の編集部だと思ってたら、その千葉のミニコミ誌っていうのは大金持ちのじいさんが趣味でやってたんです、うん、まあまああるしね、そうじいさんでもないけどね、40代真ん中ぐらい、あ、彼が成功したのは、ね、20代なんですよ、は20代の終わりぐらいの時に成功して、はいはいはい、それでまあそんなこと教えてもらって、まあ、つまりパッケージ代で10万20万っていうふうに言ったら、当時のお金10万20万っていうと大学生の初任給ので買い取りおしまいじゃないですか、そんなものよりは1個何十銭でいいと、ね、1円の10分の1でいいと、ね、それくださいって言ってて、ね、山崎パンもあそれは安くついたと思ったでしょうね、うん、ものすごいまちなみにですね、その人はですね、はいはい、その後に伊藤園っていうところがアルミ定着 のお茶でね、はい、真空パックのお茶を開発して、このアルミの伊藤園っていうのも全部彼が作ったんですよ、はい、そこでも同じことやるんですよ、同じこと、だから伊藤園の時は早々にね、はい、買い取りにしてって言われたらアルミ定着っていうのはつまりそのお茶のパックでだったら、うん、これまでは筒とかで売ってたのが、うん、いわゆるあのポテトチップみたいな、ね、あの、はい、透明フィルム、銀色のフィルムのやつですね、はい、ですね、空気が入らないんですよ、あれもやった、そうだ、ああいうこと聞いてて、はいはい、で僕はそれを高校3年の時から大学1年ぐらい、うん、大学じゃないかな、浪人してたんで、はい、卒業した年にどうも散々聞いて資料も見せられて、はい、よく見ていくとその、福島さんが作ったメロン、山崎パンのメロンパンとか、はい、チョココロネとか、うん、アンパンとかのデザインと、はい、スクラップの中に入ってるやつがかなり似てるっていう、うんみたいな、あれこれ
ね、この、ね、ま、周りの形は同じで、はい、中の言葉をねこう英語からね日本語に入れて、トゥイットルっていうのをただね、アンパンにしてるだけだって。なるほどなるほど、なるほど、これは結構こう海外のものをね、うん、いち早く持ってくるっていうのは、まあ、うん、これさっきのアサイラムジャパンにもつながるんですけど、つながらで、つながりますよ、はいはいはい。海外のものを持ってきて、日本流に、ね、すると、モチーフっていうか、ね、まあ、これがまあ最初のマーケティングは山崎パン、はい、まあ、つまりロイヤリティは儲かると、うん、ということを覚えて、仕事するんだったら最終的には、ね、ほっといても一個低くてもいいかお金がずっと入ってくる仕組みしないとダメだと。はい。そんなことがまず一つですね。それはまあ高校生時代、はい、で大学に入って早稲田大学、ね、そうですね、大学は早々に辞めるんですけど、はい、まあ、自分で個人事務所を作ってて、はい、すごいな、大学で個人事務所を作って早々に辞めるんです。なんかこの本の中でも八久満さんが、はい、高橋君の思い出っていうところでいきなりあいつ大学って言ってもまず麻雀しかしてないしそうそうそういきなり辞めて満喫のやつが誘って次々と怪しげな商売始めたって書いてあったけど、その通りですね。まあまあ自分で事務所を作って、はい、またまずまあその事務所、ね、会社にする前に個人の事務所だった時に、うん、これまたですね既得な方ですね、はい、2人目の子恩師っていうですね、はいはいはい、本田健二さんという二馬車で、はいはい、この人の石井彩一さんをプレイガイドジャーナルで見つけて、はい、大阪のミニコミ誌ですね、はい、で見つけてで、はい、頑張れ田淵君とかを書かせたりとかしてヒットを出した編集者なんですけど、うんうん、この本田さんが、はい、高橋なんか好きな気もないのかっていうから、はい、もうルパン三世好きですね、はい、でルパンは何かないのかってちょっと映画は不調に終わっちゃったんですけど、はい、工業的には、ね、不調に終わっちゃったんですけど、あカリオスの城が面白い、はいはいはい、でそうかじゃあ本作ろうぜって言って本を作らせてもらう。あれはやっぱ二馬車だから本できた。そうですね、はいはいはい、ルパンのね元々のね、うんうん、原作漫画の連載、まあ、原作漫画の連載をしてたところで、はい、でも二馬車にしてみてもそれまではその漫画雑誌やっててあと大人向けのまあ漫画の単行本やってるんですけども、うん、そういうなんだろうアニメのムックというかマガジンみたいなものは出したことがないですよ ね、うん、ねちょいちょいあったんですよ。お、はい、ルパンのね、はい、ムックがですね、はい、僕らが参加する前にですね、はい、何冊か出てまして、はい、ものすごいダサいのが出てる。これじゃないと。なんでそんなダサいんですか。いやだから作り方が分かんなかったんですよね、はい、テレビアニメのちゃんとアメリカからパクってくればよかったんですよ、ね、うん、そうそうそうじゃないそうじゃない作り方がそのアニメが好きとか、うん、いや映画と同じようにアニメを作る発想が当時なくて、あ、はいはいはい、やっぱ特撮とかアニメテレビ漫画って子供のもんだから、うんうん、子供のものとして絵本的に作る発想しかなかった時に、いやいや違うんだと、はいはいはい、うん、僕らがやっぱり見たいのはアニメーターたちやね、はい、その大塚さんとか宮崎さんとかが描いてるこのタッチだったり動きだったり、ね、うん、背景だったり設定だったりを知りたいんだっていうね、はい、そういうマニアの気持ちを持ってって、うんうん、まあ、そっちが認められる。その前にね、二馬車は3冊ぐらいね、なんか薄っぺらいね、あ、俺てっきり最初に高橋さんが出して、うんうん、最初に出たからみんなうわっと買ったのかと思った。そうじゃなくてもう3冊も出してた、まあ、ダッサい本、ね、で大して売れなかったんですよ。いや、その子供は子供の持ってルパンってそんなにね、小学生の子供が飛びつくものもなかったし、もともとね視聴率も悪かったし、で結局双葉としてはルパンのムックなかなか売れねえなーなんてね、はい、持ってる時に僕はカリオストロの提案をして、はい、でカリオストロの映画もまあ不調だったんだけど絶対にファンはいると、はい、でやりましょうって言って本を出させてもらって、これ印税契約、これ印税もらった 7%、 7%、まあ、でもほら編集もデザインも取材も全部やってるから、はい、はい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 、はい、でいわゆる、まあ、本の定価の 10% とすると、うんうんうん、当時 3% が、まあ、はい、版権者、いわゆる版権元に、はい、まあ、二馬車ですねこの場合、ね、二馬は入ってなくて、はい、日本テレビと、はい、アニメを作った日本テレビ、まあ、読売テレビの系列と、はい、東京ムービーと、はい、まあ、今トムセンターテインメント、はい、あとモンキーさんと、モンキーさんこの3人に入るんですね、はいはいはい、でまあ双葉はまあ印刷物と出版やればもっとね、うん、利益が出るわけだから、はいはいはい、じゃあまあ 10% と 3% はそっちに行くんで、はい、残りの編集著作印税ということで 7% いただきまして、はい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 、でこれがですね毎月2000部くらい増刷がかかりました、ね、はいはいはい、まあ、黙ってても毎月何十万か入ってくる、最終的になんか15万部っていう、そうですね、はい、そのくらい出たんですかね、1000万はい、1000万当時ですね、まあ、81年、はいはい、80年81年ぐらいですねぐらいですね、はい、なんで、まあ、毎月ね50万とか100万とか、はい、毎月2月に1回ずつぐらい、はいはいはい、増刷のお知らせが来て、はい、
印税いただけるっていうですね、うん、これ大学生がね学校辞めて作ったね、はい、マンションの事務所がね、はい、いきなりね、まあ、一番最初高校の時はただ単にフリータイムス千葉に出入りしてただけ で、ね、で大学に入ったらもう、うん、ちょっとしたら すぐにマンション借りて、うんうん、で今のスタジオハードの原型を始めて、はい、始めたわけですよね、はい、でそこで二馬車と、うんまあ、仕事始まって、うん、ルパン三世カリオストの城で、うん、一気に儲かるというか、まあ、いけるという、はいはい、でこれでマンション3部屋にそうですね3つぐらい、はい、その頃はもうすでにアニメ雑誌も始まってたぐらいなんで、はい、アニメ雑誌の記事を書いたり、はい、テレビガイドとか、はい、いろんな雑誌の記事をやらせてもらって、はい、僕高橋さんと初めて会ったのが多分この時期そうです、ね、マンション3部屋時代あそうですね東京に、ねはい、来た時にね、はい、で行った時に僕高橋さんが、うんあじゃあもうあの ここに泊まっていけっていうふうに言われてあの頃からもう寝泊まり OK のスタジオって珍しい会社でしたマンションは風呂あるから、ね、で嫁さんが布団持ってくるからっていうので、うん、俺2回びっくりしてこの環境で3部屋で仕事してて、うん、おまけに嫁さんが別にいるのって思ってて、うんそんな時代でしたね。あの頃の高橋さんは何だろうなオタク業界でも割と、うん、行き切ってましたよねよそとちょっと違って、うんうん、そのマンション1部屋のところって割とあったんですけど、うん、もう3部屋になってて、うん、で奥さんもいてっていうのが、うん、ちょっと僕らからしたら東京の人はすごいなってまあまあまあちょっとスタートが早かったんで、ねはい、だねその頃 ね、はいねルパンのカリオストの後ぐらいかな、はい、カリオストの印税ではい、お前印税がたくさん入ってくるから、はい、あの自分で会社にしろって言われて、うんうん、でハードって会社を作ったんですあその時は有限会社そうですね有限会社はいでその後に町山智博とかが出入りを始めるんですね満軒、はい、の早稲田にあるんで満軒の連中が、はい部室代わりに僕の部屋に来るっていうね、はい、仕事場に来るっていうね、はい、そういうのがあってで満軒の労働力を安く調達するっていう満軒の労働力安く調達、はい、調達するっていうですねはあ、ねはい、で次80年代行きます、はいはい、80年代ですねマンション3部屋のところがですねいきなり、はいあっという間にスタッフ60人ビル2フロアで3億の儲けえらいことになりましたね何があったんですか、まあ、ゲームブックと、はいまあ、攻略本よりも先にゲームブックで、はい、これも実はルパンに助けられていて、はいアメリカで火吹山の魔法使いという、ねはいいわゆるゲームブックというのはどういうそのページの中に選択肢がついてて、はい、選択肢の番号を選んで先へ進むというですねつまりミステリーとかだったらこう読んでて、例えばルパン三世はそこでワルサー P38 を打つか打たないかという判断で、はい、打つ人は112番へ打たない人は24番へというふうにじゃあそう24ページ目行って行かなきゃいけない読まなきゃいけないこれはですねもともとはまあこれテーブルトーク RPG のいわゆるゲームマスターが読んでるマスターブックみたいなあのストーリーをこう本にしたものなんですけどアメリカで当たってそれを日本で作ろうとこれが後にアドベンチャーゲームになるわけですよ ね、はい、いわゆるそうですね、テキスト型アドベンチャーゲーム、テキスト型アドベンチャーゲームの南青山アドベンチャーとかポートピアとか、ね、ポートピア殺人事件とか、はい、動発的にこう、はい、でそれをアメリカから持ってきたコメントでいきなり火吹山の魔法使い知ってるやつが出てきましたけど日暮らしの原型あいいとこ日暮らしのナックロニーの原型ですよねだから未だに一応その、うん、なんだろう流れは残ってるわけですよね、うんうん、みんなやっぱり日暮らしの原型でそうかオホーツクに急でもうみんなピンとこないんだよそうそうそう、はい、でその頃にまあその、はい実は僕ではなくてこれまた僕の3番目のですね恩人がいてですね毎回いろんな人のこうねあのアイデアをもらって作るんですけどでそのまあ木津川さんって木津川幸男という人がいてでこの人の勉強会でアメリカに行ってこれが当たってると思ってきた人がいてで勉強会始めてみたらまああのチャート全部読みながら英語を読みながらこう分解していってみたら400項目くらいで今回のチャートになってると設計図ができたと。なるほど、まあ、フローチャートですね、はい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 、あこんなの俺も作れるなと思って、はい、でまたこれもルパンで作ろうとルパンでやる冒険しないしてるようでしないようでですよねルパンがもらったら双葉は OK だ双葉が OK だ自信があると、はいはいはい、双葉でルパンの本だったら実績があると、はいはい、持ち込もう、はいはあ、とかさすがにねなかなかねそれ持ち込めなかった持ち込んでもピンとこなかったんですよ、はいはあはい、みんながその、うん先を
選びながら読むっていうことで誰も思いつかなくて、うん、二葉社の営業の人もいろんな出版社の人もみんなピン、うんみたいなね、はいはいはい、うんっていう、どうやって構成するんだとか、なるほど、ね、なるほど、はいはいはい、まずあの構成部、校閲部から、はい、校閲はどうするんですかって言われて、はいはいはい、あの順番に全部チャートをたどってくださいみたいなそんな面倒くさいみたいなそれで最終的にあのゴールの選択肢はいくつぐらいのエンディングになってるんですか、一番多いやつで10個ぐらい作りましたね。あ、そうなの、ハッピーエンドでもって3つぐらいのハッピーエンドに、はい、バッドエンド3つとかが多いんだけど、はいはいはい、いつも試しに、ね、10個ぐらいのも作ったんですけど、はいはいはい、まあ、そんなことをねこう、はい、準備してたけどなかなか売り切れないと、はい、でそうこうしてるうちに吉川さんの勉強会も解散してしまい、はいはい、月1の勉強会もいろんなところに手分けして売り込んだから誰も、うん、まあ、出版社が乗ってくんない、はいはい、あかんなって思った後に、うん、その日吹山の魔法使いを社会思想社の教養文庫で翻訳が出たら、はい、これが爆当たりして20万部ぐらいいったんです。社会思想社最大のヒットです。そうそうそう今は亡きだけどね、今は亡きだけど大ヒットして、昔のファンタジーファンは全員お世話になった社会思想社で大ヒットして、はいはい、でそれを、それで見て二葉の営業の人気づいて、はい、え、あれもしかしたらゲームブックって昔ね何年か前にエルパンって言ってたね、うんうん、あのゲームブックってのはこれのことじゃないのかこれかと、でもこれは売れてるぞと、はい、早速やれって話して早速もう準備できてるから早いですよね。でまあエルパンを作り、あれゲームブックってやっぱ当時言われたのがあの小説家の人を最初起用すると長々書きすぎるから、はい、そうですね、実はライターにちょっとなりたいぐらいのやつがすごい仕事になったっていうのは、そうですね、はい、アイデアばっかり書くっていうね、実はね、はい、うちのねそのルパンのゲームブックのファンがいて、はい、この本には書かなかったんですけど、はい、ファンの一人がね中学生だか高校生で自分の作ったルパンのファンブックゲームブックを二葉社に投稿して、はい、とかもううちは山口博士だの樋口昭夫だの、はい、みんながルパンの、ね、ゲームブック作ってて、はいはい、もう全然手は足りてますと、はい、でドラゴンゲーツのゲームブックも作っては足りてますと、もうドラゴンブックも作り始めたわけですよね、はい、で彼はうちへのその、うん、まあ、リクルーティングがうまくできなかったんですね、はいはい、僕も本はもらったんだの、彼が作ってきたやつはもらったんだけど、はい、うん、どうしようかななんて思ってたら、はい、二葉社があの我々以外にもゲームブックを制作させたいと、はい、売れてるからもっと作りたいと、はいはいはい、でも高橋君のところは手一杯だろうと、はい、いやこれ以上僕らも増やせられませんと、はいはいはい、リスクが高いと、はい、あのブームが引いた時のね、はい、リスクが高いと、はい、じゃあもう一チームって言って、はい、まあ、劣化社っていう編集事務所、はいはい、まあ、そこに振りたいと、はい、でまあ、僕らが考案したもんだったけど、うん、いいんですよと、やってくださいやってくださいと、なんでそこで山崎パンロイヤリティがそうそうそう、言わない言わない、それは ね、 あのねちょっとねそこはねやっぱりね、うん、ファンがみんなで作ったものはシェアしようがそういう、ね、ね、ことで、はい、やっていいよってやってくださいと、はい、でやり方も全部教えますからって言って、はい、向こうに彼は紹介されて、はい、で向こうでゲームブックのライターになった後に、そこからスタートしてゲームブックからマジシャンの気持ちを、はい、まあ、マジシャンとか覚えてマジック覚えて、はい、催眠術覚えて、はい、それから、ライターになった後に、作家でデビューして、はい、今ね松岡圭介というです、ね、はあ、はいはいはい、探偵事務所旧探偵とかあの辺はいはいはい、あの辺を全部やってると、はいはいはい、松岡君ってのは元はね、はい、うちに持ち込みしてた持ち込みしてた中学校とか高校の時にルパンのが書きたくてしょうがなくなってなぜか途中で催眠術をやって、そうそう俺誰が出てくるのかと思ってた、そんなベストセラー作家です高難所の前とか通るとさこうてっきり俺 今は刑務所かと思ってた三岡君と同じような怪しげなやつ三岡君と同じような怪しげなやつが出てくると思ったんだけど、まさかそんな、まあ、何年かしたら再開するんですけどね、はいはいはい、ルパンはまあじゃあゲームブックで出せ、はい、その後ドラクエも4本でやって、うん、うん、で、ね、で資料を見たらですね6年間で160冊、はい、合計1200万部売って3億円、まあ、ロイヤリティで言うとです、これ大体売上じゃなくてこれもう儲けですよね。大体やっぱ 7% ぐらいいただくので、はいはいはい、すごいな、まあ、400円からなので、はい、430円とかなので大体もう30円ぐらいですね、はい、30円のお金かけることの1000万部だと3億円、1000万部だから3億、はい、1200万部だから実はじゃあ3億以上儲かってますよ、はい、これで、ね、そういっても、はい、結局その3億円にかかった作家の数がもう10何人いて、うん、ああはいはいはい、でしかもそれは編集者はさらに同じ数だけいて、うん、で延べで言うと4年ぐらいやってましたんで、はい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 、まあ、割っていくとねそんなに実は、ね、うん、あの一気にそう3億円入ってきたらね、うん、また で、 あでも年間5、6千万ぐらいはずっとコンスタントに入ってくる、ね、いわゆる第一次、はい、スタジオハードバブル、まあ、そうですね、有限会社スタジオハードはマンションの3部屋からですねついに
2フロア、ビルの2フロア、ビルの2フロア移転って、まあ、編集事務所なかなかないですよね当時ね。ないですよね、はい、聞いたことないですよね、うん、ね、下手な出版社より大きいぐらいですよ。まあまあそうですね、取引先でね、はい、あの時もすでに社員がそれで40、30人超えちゃったんで、はい、取引先の人もみんなびっくりしてて、はい、でまあ、これの人この本では今書いてないですけど、あの当時まあビデオもね、三山君もマウントライトをうちの会社の近くに作りやがって、はいはい、ちょくちょく顔出すようになり、はい、でビデオデッキとかもねたくさん必要じゃないですか。ああ、はいはいはい、でビデオデッキもいるなって言って、で6、7台いるなって、はい、でそう俺が行った頃のスタジオハードは、ね、本棚にビデオデッキがずらりと並んで、そうそうそう、お前家電の家、そうそうそう家電ショップみたいになってるんで、 そうそうそう、それが一斉に動いてるっていう、そうそうそう、全曲撮ろうとかね、はい、中のことですよね。でそれでベータかな、うん、ベータのテープの自動交換機がありましたね。そうそうそう、ガチャンジも分かったしね。でね、なんかね、うん、あのそれもね、すごいな、200〜300万キャッシュ持って、はい、それでヨドバシカメラ行くわけですよ。アマゾンもないしね。一気にポイントカードも満杯ですよ、ね、でポイントもなんか当時なかった。そうか、当時なかったんだ。それでなんか300万持ってって、はい、馴染みになってる人に渡して、はいはい、すいませんちょっと今300万今日使うんでって言って、はい、やらしいです、成金で300万をまず会計に渡そうとするんですよ。はい、これ今日これ全部使うから、うん、ちょっと、とかっつって、はい、でいやちょっとあの預かれないんでとか、うん、レジで預かっといてよ、これから店内で回るからさ、うん、とかって言うと、いやあのちょっとそれは預かれないんでお客様に持っていただいて、はい、って言うけど、はい、だとなくしちゃうよとかって言うとずっと横に店員がついてるってそれで各フロアごとに、いや音響はこれ買ってほしい、はい、ビデオこれ欲しいとかって言って、はい、で VHS、SVHS、ベータがこの横の棚全部くれみたいな各車種各機種面白いから1個ずつ買うとか横の列全部くれみたいな、いいな8台とか7台いいなそれだから帰り際にね、そのなんだかんだ200万ちょっと使って帰って、はい、で届けてねって言って、はい、帰り際になんかね福引きやってたんですよ、年末かなんかの、はいはいはい、9時をね、あ、はい、あ福引きやってんだって言ったら、はい、店員も忘れてて、はい、あーとかっつって、うん、ほらでお買い上げ3000円ごとに1枚とかじゃないですか1000円ごとにみたいな、はいはいはい、あーとかって言って慌てて、はい、1000枚くらい来るわけですよねちょっと待ちくださいって言って、はいはい、慌てて奥行って奥から1等とか2等とか3等とかを袋に入れて持ってきてもう多分このガラガラを4回分ぐらい渡すから、そうそうそう、もう中身全部詰め合わせそうそうそう、どうぞみたいないわゆる福袋の走りみたいなもんですよね、お大事遊びやったいいな。だからでエニックスの攻略、はい、エニックス出版部も高橋さんが立ち上げたわけですよね。あのね、公式ガイドブックを、すごいね、頼まれて、はい、これはでもね僕というよりはね、あの尾形克弘っていうですね、はいはいはい、これ青木光恵さんっていう漫画さんの旦那さんになる、はい、あのフュージョンプロダクトの編集者もやってますね、はいはいはい、尾形くんに話をして、はい、でドラクエの公式ガイドブック作りたいと、はい、実は、3をドラクエ3を出すときにエニックスが出版部を作りたいって相談があったんですね、うん、はいはいはい、でその前にドラクエのゲームブック、そうだ、ドラクエの3の時だ、うん、ドラクエのゲームブックで、1と2、うん、もう出た後に1と2は、ドラクエのゲームブックのお付き合いしてて、うん、はい、双葉社版で、はいはい、その後に、エニックスは自分たちの出版を作って、はい、公式ガイドブックとか攻略本やりたいと、はい、で、まあ、その時にガイドブック攻略本って言ってきたんで、うん、僕と方で検討した結果、はい、公式ガイドブックって言葉がいいんじゃないかということで、うんうん、彼が多分、ね、公式ガイドブックに行ったと思うんですね、はい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 、でなぜかっていうと新作は3だと、はい、1と2はもう出ちゃった後なのに、うん、エニックスとしては出したいんだっていうわけですよ、ほうほうほう、えもうだって1も2もさ5年前とかちゃんと、うん、1が5年前で2が3年前とかで、うんね、2年半とか3年前で、はい、でやっと3が出るって時にね、はいはい、一度にも出すのと、うん、いやちょっと売れないかもしれないけどやっぱり、ね、出したいんですよっていうのがエニックスの飛行ね、はい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 、で尾形と5年前のね、うん、ゲームのね攻略本が今必要かなと、うん、で考えた時に尾形さんは結構あの旅も好きだったんでこれ旅行のガイドブック あれ旅行書でしたよね、うん、だから僕あれ買ったんですよ、うん、ドラクエの、うん、あのいわゆる攻略本というか、うんうん、だ買ったらもう他の攻略本と全く世界が違って、うんね、いわゆるルルブとか、うん、あ地球の歩き方みたいな感じ で、うん、そう旅のガイドブックという想定だったブルーガイドとかねいろんなガイドブックなんておしゃれな本だって思ってすごいびっくりしてそうそうあれはだから良かったのがやっぱ全部であとテキスト書いてるのが確かあの SF 作家の人で、うん、女性の SF 作家の人じゃなかったですか何に書いてますかねだからテキスト書く人もいわゆるゲームライターじゃない人たちに書かせるっていう、うんうんうん、ものすごいことやってました、うんうん
うわ、尾形さんってそのことやってたんだ、すげえな。やっぱね、尾形さん、はい、尾形くんのとアイディアで、うん、あ、久美沙織、はい、コメントが、コメントが助けてくれてありがとうさっきからコメントが今日は歴史の時間って書いてあって、あの 2,3 週間前にね、うん、あのゴシック建築の特集やったんですよ、うん、で、延々11世紀から18世紀までの話だけ1時間半したことがあって、うん、なるほど、今日はそれの、オタク業界版ですから、はい、なるほど、なるほど、はい、まあ、それでコーチカードブックって名前を付けてやるんだけど、まあエニックスさんとはそれでしばらく間が空いてしまい、まあちょっとあのね、あの金目のことも含めて、そうですね、あの頃エニックスの千田さんは最初はファンの方に対してどんどんファンの力をっていうふうな形がだんだんエニックスの社内でそれを全てやるようになってきた。だから今のその僕もちょうどエニック、うんうん、ドラクエの2終わった時にエニックスに企画持ち込みして、うんうん、あのロトの剣とかああいうのをグッズ出したいということで、うん、あれデザインないって言われて、じゃあうちが作るって言って、うんうん、当時のゼネラルプロダクツの玉谷ってやつが、うん、ロトの剣、いまだに使われてるロトの剣とか全ての剣とか鎧のデザイン全部書いて、うこういうのをやりたいって言ったら千田さんが全部パクっちゃったって。そうそう山口博士もさ、うん、僕らもう、ね、うん、コーチカードブック以降の、うん、仕事も提案してて、はい、以降の仕事はうちに来ないで全部違うところに振っちゃってて、はい、それもね、千田さんを問い詰めるともううちも大きくなったんだっていう、ね、今になったら分かるね、絞るような一言、つまりそんなんでよその会社儲けさせていいはずがないと、うんうん、エニックスって会社は数年に1回ドラクエだけで持ってるから、うん、なんとかしてこの巨大なガタイを社員を食わさないように、今になったら分かるけど、あの時はうちも大きくなったんだって絞り出すような一言で、まあ、謝る、謝りもしないで言われたって面白いですよね、うん、あの編集員制まで 1% もらいましたね。あ、はいはい、で普通 5-6% もらってるんですけど、僕は1% ですか、ね、うちあれですよ、ドラクエのその剣のジグゾーパズルと、うん、あとソフトビニールで1分の1のロトの剣だけ作りました、うんうん、だからもう本当にドラクエの商品っていうと君のところにしか 出してないんだからということで、うん、まあなんかこうそこで分かってくる。そうそうそう、でもそれ以降も僕らはメタルスライムとかいっぱい出せると思ってたのに、 それはもう全部バンダイになるんだけど、これ最終的に、でもそれも最初はね、エニックスはバンダイとかに出さずに自社だけで出してて、多分ディズニープロを目指してたんですね。数年に一冊しかヒット作家出せないっていう会社の辛さ、今になったら分かるけどね、うん、でもあの時の千田さんはねいいよな、まあ、そうそう、まあ、僕たまたまほらあの堀井二さんは満天の先輩じゃないですか、はい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 、あ、そうだ、だから堀井二さんに、はい、まあ、ジクソもできるわけですよ、はい、ひどいよと、ひどいよと、ね、出版の企画がパクるわね、はい、他の、ね、会社にやらせる山口博士なんかもカンカンですよ、はい、ね、でもなんだよっていう、うちは玉谷純はひどいなだ、ね、そうなんだけど、うん、それをね、僕は堀井さんに苦情を出すのもね、ちょっと、うん、まあ、かっこ悪いってことでは堀井さんのね、また気を使わしちゃうから、うん、それもちょっと先輩としてはね、よろしくないなと思って、うん、あと先輩に対してはね、あとあれですよ、うん、その時のスタジオハードは、うん、いわゆるその年商5000万時代、うん、ね、そうですね、そんなもんだね、年商じゃないかな、うん、まあまあ、年商5000万時代だから、うん、はい、あったので、うん、そんなにガツガツしなくて、うん、よかったっていうのが、そうそうそう、はい、そのね、取引先は大体いつも10社以上あるので、うん、あのエニックスとの関係がなくたって別に困らないし、はい、さっさと次行けみたいなところもあって、はい、それでまあ、 あのそれはそんなにね、僕も今言われてみて、そうだよ、千田さんにすげえなんか絞らちぶちんな顔で言われたんだって、うん、あれ以来千田さん千田さんと会ってねえやみたいなそう、僕もね、あれ以来千田さんと会ってないなんですか、ね、うちだからその時に出した企画が3つあって、うんうん、1つが今ねあの出てきたんですけど、うんうん、ドラゴンクエストファンタジー、うんうん、ファンタジアビデオってやつで、うん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 、ドラクエの世界実写化で、うんうんうん、徳井監督はあの赤い高みで魔王役庵野秀明っていうねすげえ特撮映像で出来がいいんですよ。ともう一つやったのがあの交響楽、うんうん、いわゆるその NHK フィル読んで、で杉山浩一さん実際にタップと振らしてゲーム音楽とかああいうのを交響楽団で本当にやるっていうの、うん、多分日本初の試みで、初めて打ち仕切りでその映像と一緒にやったんだけど、あと全部千田さんが持っていくっていう持っていくんだったら映像も持ってきゃいけない、映像だけはうちやんねえって本当にね、まああ、そうそうな、でもあれもやっぱりそのドラクエに僕が死ぬほどハマってたから、うん、本当に自分でやりたいやりたいって進めてた企画だから、うんうん、あんまりね恨みがないですよね、うん、まあね、まあ、結構こだわらなかったですね、うん、僕らはね、はい、そんなのがまあ実は、はい、面白かった、これが80年代ですね、はい、で
90年代、はい、ああまあ、ルパンとドラクエに足を向けて寝れないって書いてあるんですけど、はいはい、ルパンともかくドラクエは向けて寝れますよね90年代で、はい、ですね、このバブルの終わりと多角経営化、雇ったフランス人バイト青年が今やホットトイズジャパンの社長、遊戯王で儲けすぎて本能寺の変起こるというところでですね、後半のですね裏放送ですね、下院決定、こっからの本能寺の変以降のやつがすごいですよね。ここまで成功してたのに何がっていうやつで、はい、ということでですね、表放送ちょっとアンケート出してください。はい、90年代の話からですね、2000年代に行ってですね、会社乗っ取りの話までですねここから受難ですよね、はい、はい、表ゼミはここまででございます。はい、では、アンケートお願いします。はい、すごいな、人生振り返りましたねおみんな面白がってくれてる遊戯王異常に金が動くともその通りですよね。はい、では裏放送の方に切り替えてください。よろしくお願いします。岡田敏夫です。最後までご視聴ありがとうございました。岡田敏夫ブロマガチャンネルのご案内です。毎週日曜夜8時からですね、ニコニコ生放送岡田敏夫ゼミをやっています。テーマはアニメや SF、ハリウッド映画や経済問題など、まあ、あの政治とスポーツ以外はですね、大体取り扱ってます。番組は毎回無料のですね、表放送45分と有料のですね、裏放送がその後でさらに45分、合計90分あります。岡田敏夫ブロマガチャンネルではですね、毎月たった500円でこの表裏両放送が全て見れます。過去の放送も見れますし、あと毎日メルマガも配信しております。参加お待ちしております。